おざすまじごりです。というわけでですね、動画の投稿もねとんでもなくね滞ってしまったんですけど、まあ見ての通りちょっとまた環境が変わったんでね、バタバタして動画撮れなかったんですけども、まあ、今年もね、マイペースな投稿にはなると思うんですけども、まあ YouTube やっていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、挨拶も軽くしたところで早速ねこちらヴィンテージご紹介していきたいと思います。1940年代イギリス軍のドレスオフィサーガウンになります。いや、またかよと、マジゴリさんまたやっちゃったんですかって、これはさすがにミリタリーじゃないでしょう。イギリス軍、いや、どう考えてもこれはただのガウンでしょうって、まあね、そういうご意見ごもっともです。しかしですね、まあこれ一応れっきとしたね、軍物になります。まあそのね詳しい説明をね後ほどさせていただきます。では早速ご紹介していきましょう。さあ、ではディティール紹介行ってみましょう。襟はいわゆるショールカラーになってますね。やっぱこの佇まいとしてね、ショールカラーっていうのはすごくね、こうエレガントな印象ですよね。ほんとなんかラグジュアリーなショールカラーの襟になってますね。で、胸ポケットが一つついていて、まあパッチポケットなんですけど、やっぱここですよね、これ。こういうとこで飾りのこうね、紐がこうついてるっていうところもね、やっぱかなり作り込まれてますよね。確実に一般の兵士が着ていくっていうような雰囲気ではなくて、まあ豪華な作りになってるかなと思います。で、ここね、下にもパッチポケット二つついてますね。これもまあ同じようにこうやってね飾りがついてるんですけども、階級の高い人がこうね着るような、そういうちょっと飾りがついているっていうのがまあすごく印象的ですね。で、これも腰ベルトもついてるんですけど、ベルトっていうかなんか紐っすよねこれね。はい、こういうところからもラグジュアリーな印象をね受ける紐になってますね。この生地もよく見るとですね、微妙にこれヘリンボーンなんですよね。ちょっと大判のヘリンボーンがこうついてるような感じになってるんですけど、ただのメルトン生地みたいなやつはまあよく見るっていうかね、ヴィンテージのガウンこの年代ではあるんですけども、この微妙に折りのヘリンボーン生地がねこう出てるっていう、これ僕初めて見ましたね。まあイギリスのものづくりの良さ、この絶妙な生地は本当にねただものではないっていうね、印象を受けますね。このシルエットかなりいいですね。はい、この感じね。まあ後ろから見てもそうですね、やっぱりちょっとラグジュアリーな印象をね受けるような感じかと思います。はい、はい、そしてなんですけども、これがですね軍服だって言える唯一の証拠ですね。ちょっと唯一の証拠ということでご紹介いたします。服の正式名称、ガウンズドレッシングオフィサーズ USA って書いてありますね。まあ、ドレッシングなんで、まあ割とねこう礼服的なね感じですかね。でオフィサーズなんで階級の高い人で、まあガウンですね。ガウンはこのまあさっきご紹介した通りのガウンですね。 USA って書いてありますよね。イギリスの階級の高い将校が使っているやつじゃないんだっていうねところです。アメリカ向けに作ったってことですね。アメリカの階級の高い将校とかね、まあ、そういう軍人向けに作った服になってるんですよね。で、これっていうのは、まあ、後でね、詳しくご紹介しますけども、いわゆるね、アメリカ・イギリス間第二次世界大戦における相互援助条約っていうのがあって、まあ、それに則ってね、アメリカ向けにこう作ったものになってます。で、こうサイズ表記を見ても、1-2-3 表記じゃないんですよね。イギリス軍の独自の表記ではなくて、アメリカ軍でよく使われているインチ表記ですね。これ、脅威のインチ表記38インチってなってますけども、もうこの時点でね、もうアメリカ向けに作ったんだなっていうのがまあね、わかるかと思います。その下はね、ローレンス・マーシャル LTD って書いてあるんですけども、まあこれは作った会社の名前ですね。ローレンス・マーシャルっていうところが作ったね、これガウンになってます。で、下、1943年ですね。1943年にまあ会計処理された服になってるんで、もうがっつり第二次世界大戦中の服になってます。で、その下ですね、はい、もうこれやっぱね、ブロードアロー入ってますね。もうイギリス軍がもう正式に作って会計処理もしてっていうね、服になってますね。で、USA って書いてあるのでアメリカ軍向けに作りましたっていうね、これかなり変わり種の服になってますね。僕もねこのガウンタイプのねこうイギリスで作ってアメリカにっていう服は初めて見ましたね。これそう結構こういうところからもねレアな服なんじゃないかなとね思います。というわけでディテール紹介はこんな感じになります。
はい、というわけでね、1940年代イギリス軍のドレスオフィサーガウンのご紹介でした。まあね、本当に確たる証拠といえばタグ一つなんですけども、まあ、これがね、本当にあるかないかでも全然意味合いが変わってくるっていうね、まあこの辺がちょっと軍物のね、面白いとこだとは思うんですよね。さっきもちょっと軽く触れたんですけども、まあ、アメリカとイギリスの第二次世界大戦における相互援助条約っていうね、まあ、そういうのがありまして、まあ、いわゆるウォーエイドって呼ばれてるものなんですけども、他にもね、イギリス連邦って言って、まあ、オーストラリアとか、カナダとか、ニュージーランドとか、かつてね、こう、イギリスが支配していたね、国々も、まあ、まとめてっていうところでね、そういった国々の、まあ、相互援助条約っていう感じですね。まあ、相互援助条約ってどういうことかっていうと、まあ、例えば戦争の中で、まあ、武器弾薬必要っすよね。で、もちろん服も必要ですよね。まあ、あとは戦車とか飛行機とかの兵器も必要ですよね。まあ、そういうのを、お互いね、足りないところに融通し合いましょうみたいなね、そういう条約になります。軍服もね、決して例外ではなくて、まあ、例えばアメリカからイギリスに軍服を作りますとか、アメリカからオーストラリアに軍服作りますとか、で、今回のこの服みたいにイギリスからアメリカに服作りますみたいな、だそういう物資とかを融通し合うみたいな条約だったんですけども、やっぱね、アメリカの国力ってマジで半端じゃなかったんですよね。まあ、それは生産された軍服の数とか、軍服の種類とかを見ても明らかなんですけども、なんかアメリカからイギリスとかオーストラリアとかに送るやつっていうのは多くの兵隊が着るようなもの、まあ、例えばね、アメリカからイギリスに送るもので、まあ、有名なね、ボーエドものっていうのは、まあ、ジャングルジャケットとか、まあ、熱帯地方用のそのちょっと薄手のジャケットとか、アメリカからオーストラリアに送るので、まあすごい有名なもので言うと、まあ、ベイカーシャツみたいなね、形をしている服で、あとはいわゆるグルカトラウザーズっていうんですかね、左足に大きいパッチポケットがポンってついてて、で、まあ、このね、腰の部分こうバックルみたいなのがこうついてるようなもので、アメリカのヘリンボン生地でアメリカの尿素ボタンが使われてるみたいな、まあ、やっぱり一般の兵士がねこう使うもの、結構大量のロットをこう送ってたみたいなんですけども、イギリスからアメリカっていうのはですね、僕のこの見てきたこう所感といいますか、まあ、独断と偏見ではあるんですけども、なんかこうオフィサーものみたいなものが多い印象ありますね。なんかオフィサーコートとか、まあ、こういうねオフィサーガウン、まあ、これちょっと本当僕初めて見たんですけども、イギリスの仕立ての技術、特にフォーマルなものを作るにあたってのね技術っていうのはすごい高いと思うんですよね。そういうところを加味して、やっぱりそのアメリカ軍の中でも階級の高い人っていうのは、せっかく相互援助条約っていうのがあるんだから、イギリスにいいもの作ってもらおうよみたいな、そういう思惑があったかもしれなくて、なんか僕のイメージではこうオフィサーものみたいなね、ものが結構イギリスからアメリカへのウォーエイドで作られているイメージですね。これもその一つかなと思われます。まあ、アメリカの国力本当に半端じゃなくて、もうこういうね、第二次世界大戦期からも、もう戦後の覇権国の一つとしてこう地位を確立してるっていうね、そういうところはちょっと一つ言えるかもしれないし、まあ、ちょっと話脱線するんですけど、第二次世界大戦後に、まあ、アメリカが取った政策としてはマーシャルプランっていうのがありまして、まあ、当時のねアメリカの国務長官、まあ、外務部門のねトップですね、のジョージ・マーシャルっていう人がいたんですけども、その人のまあ発案みたいな感じでマーシャルプランって言われるんですけども、まあ、どういうものかっていうと、平たく言うとね、はい、ヨーロッパの皆さん、もう街もボロボロ、お金もない、何もない、もう支援いりますよね、支援いる国手挙げてください、アメリカが助けますよっていうやつですね。当時アメリカとソ連っていうね二大超大国っていうのがね、まあ、言われてましたけども、アメリカの陣営、西側の陣営に国々を引き込むために、そういう、ね、支援を呼びかけて、まあ、こっちのね陣営、自分らの陣営に引き込もうみたいな、そういう思惑もあったみたいで、そういうところから考えても明らかにもう覇権国家のやることですよね。西洋諸国の中でも僕らの国がリードしていきますみたいな、まあ、そういう立場がもう結構明確ですよね。っていうのもあってですね、もう本当にね、もう第二次世界大戦の頃からもうアメリカはもう完全に覇権国家ですみたいな、今まで大英帝国だって言われてたところから、もう第一次世界大戦終結からのこうアメリカのこうどんどんね世界のリーダーになっていくみたいなところが、こういうところからもね、なんとなく垣間見えるんじゃないかなっていう、ちょっと僕の妄想が膨らみすぎてるのかもしれないですけども、まあ、軍服一つとってもね、そういうところが見えて面白いんじゃないかなと思います。で、単純に服としてもめちゃめちゃかっこいいし、やっぱイギリス製っていうところでね、作りも生地もめちゃくちゃいい服なんで、ちょっとねこれからの冬の時期ね、まあ、ちょっと気分を上げて着ていこうかなと思います。というわけでね、今回はまあこんな感じになります。ぜひヴィンテージ好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、Find me, find me, never know what happens in my life.